フィリップ・フィル・スコット・デイビッドソンは、アメリカ海軍の軍人、海軍大将。フィル・デイビッドソンと表記されることもある。ミズーリ州セントルイス出身。1982年海軍兵学校卒。水上戦闘士官として、フリゲート、駆逐艦、巡洋艦、航空母艦に適務した経験がある。第六艦隊の司令官を経て、2014年。 アメリカ艦隊総軍の司令官に就任。2018年4月、ドナルド・トランプ大統領は、ハリー・ビー・ハリス・ジュニアの後継者として、アメリカ太平洋軍の司令官に、フィリップ・デイビッドソンを指名した。2018年5月30日に、アメリカ太平洋軍から名称変更された、アメリカインド太平洋軍の司令官に就任した。2021年3月30日、 日本の朝日大受賞を受賞。https コロンスラッシュスラッシュ synodos.jp スラッシュインターナショナルスラッシュ23646ポストコロナ時代の日米同盟、先鋭化する米中対立、揺らぐ米軍の抑止力松岡美里、国際関係理論、安全保障研究。シノドス。2021年4月28日閲覧。 太平洋軍司令官に、デイビッドソン大将イコール北朝鮮や中国に、大将へ引く米。時事、コム、2018年4月18日へ閲覧。太平洋軍司令官に、デイビッドソン大将。 https://www.jiji.com/.jc/.p.id="20 兆1804億1110万2700から0026749715」。米太平洋軍、インド太平洋軍に名称変更新司令官就任。産経新聞。オリジナルの2018年6月1日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20180601025933/.https www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ180531スラッシュ WOR180531 0006ダ N1 ドット HTML2018 年6月3日閲覧。官報第443号8ページ。令和3年4月20日号。外国人叙勲受賞者名簿令和3年。外務省。 2021年5月29日閲覧、ありがとうございます。